第70回 NHK 紅白歌合戦への初出場も決定したヒゲダンことオフィシャルヒゲダンリズム。そのボーカルである藤原作一般女性と結婚したことを発表した。以下、本人からのコメントの全文を掲載する。ヒゲダンは2012年に島根県で決定した。 2018年にメジャーデビューして以降音楽性にもこだわったタイアップ楽曲を多数リリースしてきた。中で映画コンフィデンスマン JP 主題歌である2019年のシングルプリテンダーはビルボードジャパンストリーミングソングチャートで26週連続1位を記録。 大ブレイクはメジャーデビュー2年目にして第70回 NHK 紅白歌合戦に初出場することとなった藤原聡氏はダンの母カルト作詞作曲を担当島根大学卒業後地元の銀行に入校し 営業マンとして2年間働いたキャリア銀行マンとして働いた理由は土日にライブ活動ができ平日も夜はスタジオ練習ができるからつまりヒゲランでの音楽活動を確実に行うためだった2016年には東京で活動するために 他のメンバーと共に上京するなど、まさに音楽と共に人生を歩んできた。髭男のメンバーの結婚は、2019年7月30日に結婚を発表した小笹大輔に続いて二人目。何よりも僕の音楽の可能性を信じ続けてくれているかだと、 藤原聡氏が語る女性との結婚を祝福し、彼が今後も豊かな音楽を生み出してくれることを楽しみに。